北海道道128号、札幌北広島環状線より出現へと続く、道の入り口、カラカネとト,トンボを守る、海管理地であることを示す氷中シノロ福井出現は、北海道札幌市北区シノロ町福井にある出現。シノロ清掃工場の西側に隣接する、愛の里、福井の森緑地のさらに西側にある。かつては、 日本の環境省によるレッドデータブックに掲載されていた気象種、カラカネートトンボが生息するのは札幌市内でこの場所のみ。シノロ福井湿原は、馬人の入植以前に広がっていた石狩湿原のわずかな名残の一つである。福井の開拓が始まった頃に暖房用として切り出されたデータの跡が深さ1から2メートルほどの四角い池となり、 そのおかげで出現の水域が広がった。しかし、原野商法の対象とされたことで、一帯は600筆以上の地権者の私有地となり、不法投棄も相まって、権利がうやむやのままに、土地の埋め立てが進行するようになった。1995年、北海道札幌宅北高等学校の理科研究部によって、 カラカネートトンボの生息状況調査が始まり、翌1996年には、カラカネートトンボを守る会が結成され、環境保全運動が行われるようになった。この頃、湿原の面積はまだ20ヘクタール以上あった。ところが2001年4月、排泄業者が南側から急激に埋め立てを進めたことにより、湿原の面積は5ヘクタール以下にまで激減した。対抗策として、 カラカネートトンボを守る会は NPO 法人化し、自ら土地を買い上げるナショナルトラスト運動を開始した。会の活動は一定の成果を生み、2014年6月の時点で購入、賃貸合わせて11,510平方メートルを管理地とするに至った。その一方で業者の埋め立て活動は一向にやむ、気配がなかったため、カラカネートトンボを守る会は、 残土受入れ差し止め等請求事件として札幌地方裁判所に提訴。2014年7月の判決では、会が購入した土地の大部分に残土を搬入しないよう命じられたものの、業者が許諾を得た土地に搬入するのは自由となり、市のろ福井出現は公的保存の対象とはならなかった。ABC 面路 2014P119 面路2014 P118ABC 面露 2014P120AB 面露 2014P121 面露 2014P122 面露 2014P124 面露 2014P125 ありがとうございます。